皆さんこんばんは、なのみです。今日は3月のお気に入り、そして購入品を紹介します。それではビデオスタート。一番最初はこちらです。ダルバのヘアミストを買いまして、こちらフェイスのミストの方がなんか多分有名だと思うんですけど、これのヘアの方も出てて、ちょっと気になったので買ってみたらめちゃくちゃ良くて、今ね、雨の中ネイル行ってきたんで髪がさ、すごいことになってんの。でこんなんなんだけど、これを、なんかオイルがね、入ってるやつだから、ほんで、櫛で溶かすと、ね、ちょっとツヤが出た感じの髪になるんですわ。生き返るのね。でこれすごいいいじゃんってことで、買いました。なんかダルバはね、やっぱフェイスがまあ有名なので、ヘアミストの方出てるの知らなくて、こんないいのがあったんやっていう衝撃ですね。はい、こんな感じで、なんとなくなんですけど、まとまってるというかツヤが少し出るんですよね。それがめちゃくちゃ良くて、で、なおかつ全く重くないんですよね。なんかオイルとかさ、直接こう手につけてからやると、やっぱなんか塗りすぎちゃうと重たくなったりしちゃうんですけど、これに関してはあのミストなので重たくなりづらい感じになってるんですよね。多分つけすぎてもそのペターみたいな、なんて言うんだろう、固まっちゃう、なんか一束できちゃうみたいな感じには多分ならないと思うんですよね。それぐらいすごくなんか自然に軽くでベタつかず、うん、まとまることができるっていうアイテムで、あのサイズもなんか多分3種類ぐらいあるんですよね。これは50のタイプなので結構少ないんですけど、まあもちろん大きいタイプもあって、これだったら持ち運びにね、いけるサイズかなと思うので、これはね、買ってよかった。これ多分9点の目代わりとかも対象だったと思うんですけど、全然終わってる頃にね、買いましたよっていう話。顔のミストも良かったけど、ヘアのミストもすごくおすすめです。次はですね、ショート動画でもうすでに出したんですけど、このね、ジョレンクリームブリーチという、眉のブリーチのアイテムを買いまして、で、これをですね、使ったら、眉毛のメイクがすごく楽になりました。これを使うとね、眉マスカラをこう、ザクザク塗らなくても良くなりまして、私結構眉毛の毛が濃くて、しかも生えてくるのがめちゃくちゃ早いんですね。で、サナちゃんみたいな薄い眉毛に憧れてて、ってなると、やっぱブリーチした方がいいということだったので、で、おすすめされたのがこれだったので買ってみたんですけど、めちゃくちゃ良かった。中に、その粉のタイプと、そのクリームみたいなのが入ってて、それを、まあ、混ぜるだけなんだけど、混ぜるスパチュラみたいなのもついてるし、台もついてて。詳しくはショート動画で出してるので、まあ、それで見ていただければと思うんですけど、めちゃくちゃ眉毛の色をしっかり抜けて、しかも、もう、20回分ぐらいはあるぞっていうぐらい入ってるから、長持ちするし、いいじゃんってことで、これはね、もう今後先も使っていこうと思ってるアイテムでございます。で、染めてもう1週間ぐらい経つんですけど、まだなんか出てきてなくて、普段だったらめちゃくちゃ眉毛生えるの早いのに、今なんか止まってる状態だから、めっちゃいいじゃんみたいな。もっとこう、頻繁にやんなきゃダメかなと思ったけど、今。眉毛の成長が止まってまして。ブリーチのせいなのかわかんないけど、止まってて。そう、今んとこまだ1週間ぐらい経ってるけど、まあ1週間以上経ってるよね、だけど。全然大丈夫ですね。で、続いてがこちら、じゃん、カラコンです。キャンマジ。今ね、つけてるカラコンがこれなんだけど、ミミブラウンっていうやつ。なのね。で、ちょっと縁が、いつもつけてるように、より、ちょっと大きく感じたんだけど、すごい色味は可愛いし、私の肌色に馴染んでてよかった。なんか私結構カラコンって縁がしっかりこう枠を取ってくれてるやつの方が合うというか目がはっきりするんですけど、うん、すごい目はっきりしていいなって思いました。ちょっと私メイク濃いので、まあ薄くした方がもうちょっとナチュラルになるかなと思ったんだけど、すごい色味的にとかつけ心地とかそういうのは良かったです。でもう最初から可愛いのは確信してたから3箱買っちゃったんですけど、ワンデータイプで、はい、これ良かったですね。今つけてるカラコンがこれになります。カラコンって迷うよね。てかなんかイメージモデルが可愛いからさ、買いたくなるみたいなのもあるじゃん、全然。その人になれるわけじゃないけど、なんか人に同じにしたらちょっと近づくかもみたいな時あるじゃん。橋本環奈さんとか結構いい例だけどさ、なんとなく似るのかなみたいなので期待を込めて買っちゃうよね。じゃあ次はこれ、じゃん。
これはね、ファミュのバブルシンフォニームースウォッシュっていうので、なんと泡タイプの洗顔が出ましたという。私はもう泡タイプの洗顔が大好きなの。というかもう、そういうスキンケアとかも全部ポンプ式にしてほしいわけ。できればっていうぐらい、そう、もうほんとめんどくさがり屋で、なんかこう出したりとか泡立てたりとか本当にめんどくさいって思っちゃうタイプなんだけど、これは泡だからさ、シュッてやったらブンって出てくるからさ、最近はあんまりそのもうスキンケアはね使ってないんですけど、パックとかは使ってて、でこの今回あの泡の洗顔をねギフティングしていただいて、もうめちゃくちゃ嬉しかった。ありがとうございます。使わせていただきます。ちなみに今使ってる泡洗顔がヤミーみたいな、なんかいや、そんな感じの名前のやつなんだけど、私はもう泡洗顔には目がないのでめちゃくちゃ嬉しいです。はい、じゃあ次こちら、はい、これが一応まあイエベ採用とかイエベ向きのアイシャドウパレットで09番のカラーなんですけど、この春らしいカラーがね、しっかり入ってくれてて、まあ、この辺は王道に使えるカラーだと思うんですけど、はい。こんな感じのパレットでして、かわいいっていう話。パッケージの色味からしてかわいいわけ。わかるかな？ちょっとマットで、かわいい！やばい。私はイエベ秋のディープなので、イエベの真逆だから、絶対に、似合わないのは分かってるんだけど、でもね、ピンクかわいい。で、一緒に合わせて使いたいなと思ってるのが、こっちもね、イエベ向きのカラーになってる。M016 って、これはこんな感じのソフトマットになってるので、なんかぼかしたりとかして塗ったらまたさらに可愛いかなと思うんですけど、いい色だよね。で、こっちが10番の、アイシャドウパレットで、こっちは一応ブルベ向きになってます。でも私的にこの青い色がね、あ、可愛いなって思うんだけど、ブルベさん向きにこういう青が入ってるって、なんか珍しいような感じがしたんだけど。可愛いよね、これも。くすみ系のカラーが入ってます。だから青が入ってるけど、全体的に温かみのある感じには見えるかな。まあ、これも動画にしようかなと思ってるので、まあ、その時のお楽しみにしていただければと思います。じゃあ次、じゃーん。これはグリントというところのコスメで、こういうスティック状のハイライトになってます。このカラーは02番。こういう風にやると、温かみのある感じの白みのハイライトになってます。ちょっと肌をね、生き生きさせたい部分に、こう乗せてあげると、ツヤってなるわけですよ。シャネルとか有名なスティックがあると思うんだけど、ツヤ出しの、そうそう、スティックとして使うやつで、これも今ね、まだ乾燥してる時期だから、塗ると結構肌が潤って見える感じで素敵なので、ちょっとシャネルだとお値段高いので、まあ、中身的にはそのラメとか入ってるわけじゃないから、結構このね、グリントでも代用できるなって思ったので紹介させていただきました。3色カラーがあるんですけど、お好みのカラーで、9点とかで買えるので、ぜひ、こういうね、バーム系を乗せてあげると本当に肌がちょっと若く見えるので、ぜひ、こちらもチェックしてみてください。で、今のは、その、バーム系のハイライトだったんですけど、こっちもありまして、こっちは粉ですね。こっちが04で、こっちが01で、この2色がちょっと私的には推しでして、こっちは、より肌に馴染みやすい、イエベさんは特に馴染みやすい、なんかシャンパンゴールド系というか、そっちのハイライトで、こっちは、ちょっと白っぽくなるタイプのハイライトで、こっちも綺麗なのよ。で、粉質もパサパサしない柔らかい感じのハイライトなの。なんかね、こっちは白なんだけど、ちょっとピンクみも見えるようなハイライトなんですよね。で、こっちの1番に関しては、ちょっと肌がめちゃくちゃ白いとちょっとこう、茶色っぽく見えちゃうかもしれないんですけど、これもすごく可愛い色です。粉質がいいから、ほんとスーって、スーって馴染んでくれるのね。わかるかな？ほら、こんな感じでスーって入ってくれるの。今私この筆でやったけど、細い、ハイライトの筆でやったらよりここ綺麗にスーってなると思います。目頭の猫とかもでスーってやるとすごい綺麗に光が入ってくれてですね、もうこれも大好きなんですよ。私なんて平べったい顔の部類なんで、ハイライトは本当に大事です。凹凸はね、自分で作っていかなきゃいけないので。はい、ということで今回はこんな感じで紹介させていただいたんですけど、気になるアイテムありましたかね。まあちょっと個人的にすっごいもうね、使ってよかったのはこの
脱色ですね。眉毛の脱色してよかったなと思います。なんで今までしてこなかったのかなって思いました。ただすっぴんは結構マジヤンキーみたいな感じで、最初ですね、染めた日の夜、うちの旦那もすっごいびっくりしてました。もう、家にヤンキーいるのかと思ったって言われて。あ、ごめん、そう、眉毛忘れてたみたいな。眉毛のことをすっかり忘れてて。はぁ、化粧落としてすっきりなんつって言ってさ。見したらもうものすごい驚いてましたね。眉毛どうしたみたいな。そう、だから誰かと暮らしてる人はすっぴんは注意してください。驚かれちゃうので。だけどこれはすごい良かったです。やって良かった。でヒンズに関してはまた違う動画でこのパレットとリップ使って春っぽい感じのメイクできたらなと思ってますね。今ちょっと髪色が明るいからね、似合うのかどうかちょっと心配なんだけど。まあ私が使うとこんな感じだよっていうのをね見せれたらと思ってます。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。